We're outside the Keizurokai, which is a planing competition here in Japan. This one's actually a mini Keizurokai, from what I understand. So there's an even bigger one that's going to happen in Hokkaido, I believe, in October. We're going to go check out this Keizurokai and see how it is. But this area is really cool. There's a lot of mountains, a lot of forests, a lot of rice fields. Wow. They have a sumitsubo here, which is the inking pot that they use for making your marks, your sumitsuke marks. But some of them are really nice. They're beautifully carved. So I kind of want to get one just because it looks cool. What are you using? This is keyaki. Keyaki? Yeah. Sumitsubo is mostly keyaki. It's not a strong keyaki for water. ダメなの。ヒノキが強いのかと、キバとかヒノキとか。柔らかいからね。栄養だらけだよね。スミツボを買う際に、なんか気をつけたポイントとかありますか？こういうスミツボがいいよとか、もうあとは好みですか？まあスミツボの場合は昔から言われてるのはね、炒めがいいって言われてる。この目があるでしょ。これはオイマサだけど。炒めっていうのは横になってる。できるだけね。これはマサでしょ、まっすぐになってるの。というのは水を使うから、マサだと水が漏れやすい、割れやすいって言われてるからね。できれば炒めがいいって言うんだけど、なかなかそういう炒めを選ぶっていうのは難しい。うん、製材するときにね、いろんな木が出てくるから。図柄がいくつかあると思うんですけど、大体亀が多いんですが。ね、昔から一般的なのは鶴亀。鶴亀、うん、というのは鶴亀は日本の中では縁起物だからね。鶴は千年か、亀は万年で。長いね。うん、その次にやっぱり竜っていうのがね、好まれてるんだけど。だから3点ぐらいは昔から結構ある図柄ではある。この石はどこから？京都の大平山っていう山から、はい、取ってます。何がこの石の素晴らしいところなんですか？天然やからね、絶対同じのがないんで、はい、その歯によっていろいろ合う合わないがあるんですよ。じゃあ持ってる歯によって、はい、石を選ばないといけないんですか？そうです。やっぱり研ぎ目あるじゃないですか。1000とか2000とか、その研ぎ目があるじゃないですか。それは腎臓ですよね。そんなんないんですよ、天然は。だからうちは研いでもらって、歯が合えば買ってもらえるし、合わなければ全然ダメだし。歯が合う合わないってどうやったら分かるんですか？どういうか、研いでもらう、研いでもらって なんか切ってもらうとか、カンナみたいに使ってもらうとか。光るだけの意思もありますし、歯がほんまにつくのもありますし、こう触って痛いとか、全然痛くないなとか、あと髪をこうスッと切るとか。こう抜けるぐらいの軽さで握って。So he's showing how close you can make the line, how straight it is. Oh wow, it's beautiful. So you can see here. That's really cool. It's a mated pair. これは今目を見てるんですか？顕微鏡で数拡大して。こういうところで上位に入賞するにはこういうことをやってこないとダメ。だから普段はこんなことしてねえけど。はい、剥げてあるからもっとこう上げて。そう。軽く。当たるでしょ。Just the edges, yeah? これを、こう。こう。こう。あんまり引っ張っていくんだ。こういうのが関係ない。見たら。
perfectly. I said it perfectly. So just the edges. Yamazakura. Hi.秋にあの水を吸わなくなった冬前の夏を伐採しまして、それをまあ1年半かけて乾燥してからこうやって加工するような形になります。なんで山桜がいいんですか？手に響かない、はい、すごくこう馴染みがよく、弦の打った時に非常に手に馴染みがいいということで、昔から職人さんに、はい、まあ、評判がよく、はい、愛用している方が多いですね。これがですね、いざ引いた大事なんですね。こちらの2箇所、以外はですね、大体から12分から15分ですね。これが、これちょっと引っ張ってみてもらえます？いいですか？似てるでしょ、はい、いい話しますよ。じゃあこれ今度こっち引っ張る。抜けないでしょ。深さをですね、深く取らないんですよ。深く取っちまうとそこの間にガタができちゃうんですね。でなるべくその削り花がだいたい15ミクロンぐらいを目標に削ってますから、うん、仕込みとそれからこの調整のこの隙の深さがね、もう絶妙なね、この微妙な深さをちゃんと取っていただかないと削りはうまくできません。ここは取りすぎない。逆に取っちまうとよく削っていて最後の方がガタンと落ちることってありますよね。あれここを取りすぎてるんです。ここは逆にもう本当に光が漏れるぐらいです。こことこことの差はさ、はい、何ミクロン違う？下がりは下がりは5ミクロン、自分の目が正しければ5ミクロンぐらい。ミクロン、今自分これ歯出してる状態のままさっき削ったまんまなんですけど、この部分精度はね、鉄ステンレスの定規の方がいいんですけど、こういうのを見るときは木の定規の方が歯が出てもね壊さないんですよ。ところがこれステンレスの定規でね、これコチってやると歯ぶっかいちゃうんで、くるっちまったらこれね、やっぱり面直して一回ね、これこういうのを当てといて面直しの上でこれでこうやってすれば、この面出ちゃいますんで、それでまた使えますから。All these guys behind me are testing their planers and actually trying to get a sample so they can take it to the judging booth, which they have a machine where they can actually, it's a, I guess a micrometer where it'll measure the thickness of the planing, the shaving. And if it's under 12 microns, you can submit it to the panel, the judging panel.
前行ったらまずこの位置確認しない、この位置確認してからこの位置確認してこの発見がこうやって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 こ